プレゴロマンするなら、やっとこうよっていう技とかの基本を今回ちょっと教わりたいと思います。はい、足の重心の大事なのは足から入るんですけど、前の足は絶対体重かけちゃいけないです。あ、体重かけちゃダメなんですか。はい、悪いポジションになった時に危機を察知する能力はやっぱ高くて高い方がいいですよね。早めに切り返して、はいはい、その辺はですね、はい、そうですね。おす、こんにちは、空手家小池です。今日も東京都、調布市にある格闘スポーツジムレッスルウィンより、シドニーオリンピックレスリンググレコローマンスタイル銀メダリスト、永田勝彦さんとお届けしたいと思います。よろしくお願いします。前回はですね、はい、僕がグレゴローマンスタイルのスパーの時にやられた技とかをちょっと、解説したりいただいたりとか、はい、まあ、ちょっと僕におすすめの技を習ったんですが、まあ、今回はですね、もう今更なんですが、まあ、打撃系の格闘技しか、まあ、僕普段全くやってないので、まあ、グラップリングとかのレスリングの技術を、まあ、ほぼ全く知らないというか、なんなら前回、3年前に教わって以来にグラップリングの技術はちょっとやっぱ全然学べてないので、はい、今回ちょっと本当基礎中の基礎とか、はい、この技はやっぱ、グレゴロマンするなら、やっとこうよっていう技とかの基本を今回ちょっと教わってもらおうと思いますので、改めてよろしくお願いします。あ、じゃあ大丈夫ですかね。はい、まあ、レスリングって組み合わせなんで、はい、結局組まないとなかなか力が進まないとかあるんで、はい、まあ、もちろん離れてからのフェイントとかもあと間合いをちょっとこう探り合いもあるんですけど、基本やっぱりこの先にこう手を、まあ、フリースタイルだったらこう押さえたり、グレコローマンだったら手首を押さえて圧力かけるというのがないですね。あ、はい、だからその相手見て圧力をかける、その反発を利用して崩すとかね、腕を取るとか、これが大事なんで。じゃあ組み手争いの基本というか。あ、そうですね。そこはこう最初のやっぱりこう圧力かけるためには手首を押さえて入り込む。これ相撲の立ち合いと一緒で入り込む。まあ、相撲の場合は頭からいくんですけど、まあ、あれは反則なんで、レスリングの場合はこの何ていうかな、まあ、肩というか体全体でこう足から出て足を取られることがないんで、あ、なん足を思い切り出したほうがいいです。あ、はい、フリースタイルでこれだけ足は簡単に取られちゃうんで、はい、フリースタイルの場合はこういう探り合いなんですけど、グレコローマンの場合は足を取られないんで思い切りこういっていいです、足から。はい、もうじゃあ入りからやっぱ変わってくるんですね。あ、そうです、違いますね。ちなみに手ってこうやって取るんですか。最後の前、まあ、ちょっと僕が喧嘩打つように構えてるから。そうですね、人によってこれがいいって言うんですけど、ただこれだと体が正面向きやすいんで、はい、あ、なるほど、正面よりも半分になった方が相手の対象の面積が半分になりますし、はいはい、やりにくいんですよね。あと圧力がかかりやすいってあります、うん、あ、はい、相手の面に対して点で入り込んで圧力かかります。はい、はい、じゃあ僕が入る場合はこうで、こっちが上からですね。で肩をこの胸のあたりに当てる感じ。そうそう、でそういう感じです。あ、はい、であと足の重心の大事なのは足から入るんですけど、前の足は絶対体重かけちゃいけないです。あ、体重かけちゃダメなんですか。はい、へえ、足から入るんですけどこういう感じです。こういう感じです。前の足はいつでも動かせる状態。へえ、これがないです。あ、そうか。はい、後ろ一点で支えてるから相手に全部かかるみたいな感じ。なんていうかね、バランスが崩れないですね。はい、いつも前出れるし、相手の攻撃も受けられるし、落とされない。これは前だと、はい、もうこれ以上前出れないですよ。ああ、なるほど。出れないですし、はい、相手に落とされます。ぐらっと踏ん張ってくる。あ、これバーって。そうです。はいはいはい。すごい大事なところですね。確かに。要は前に、はい、行こうか。そうで、で、そうして、こっちに通すと、崩されたり、はい、あとこれパーンって相手に押さえたりしますけどね。あ、でもこれが前の足がいつでも浮かせる状態で、あ、でも中でも外でもいいんですけど、後ろ足で踏ん張ってちょっとずつね、そうで顔を相手の方にちょっと向けて、そうそう、正面、そうそう、これっていい圧力、これいいですね、これいいですね、いいプレッシャーですね。そうそう、でこれでこれをちょっと相手が来た時に腕取れますか、簡単に。これでこれをまたこっちをこっち、そうですね、引き出して、うわー、危ないさ、これ OK です、これすごいです。で、あと落とす方向は今とバッチリだったのは何でかっていうと、こうなって圧力かけてますよね、はい、これ三角形の原理なんですよ、レスリング大事なのは、はい、バランス崩すと三角形の原理で、こうなってたら二等辺三角形を相手の足を底辺にして作るんですよね、はい、ってことはこうなってたら、ここが底辺になったら、はい、長い細長い二等辺三角形を作るとしたら、はい、ここが頂点になります、はい、
ここめがけて相手の重心とか頭の方向を崩すとものすごい流れるんですよ、ね、それを使うの基本的なことが大事なんですね、はい、ただ単に押してもただ押してこっちに落としても足の方が踏ん張るんで、はい、崩すときは足の方が崩す、そうすると崩す、はいはい、はい、こっちの場合は何してるんだろうなんですけど、こっちの場合はもうなんかカキタカックみたいな感じでスコンってなって、そうですね、はい、そうですね、はい、そうですね、そうですね、今の、ね、そうですね、かわそうと後ろ足に行ってる、そうそう、そうすれば落とされてもスッとか全然崩れないです、本当だこれこれです、全然崩れないです、はい、面白いそうです、こうやってやって、こうやってずっと作って、こうやってこうやって作ってたんです、ああ、なんか話されても何してるんだろうって感じ、そう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 、へえ、はい、これが要はダメな感じで、そうそう、あ、ほんとだ、全然違う、ほんとだ、そうです、全然違います、こういう、面白い、はい、ほんとですね、なんか今、はい、こっちに乗っけようとしたら急にスコンって、そうなんですよ、頑張ってる、これこっち頑張ってるつもりもあるんですけど、はい、全然相手には伝わらないし、崩されますね、もう全然びっくりするぐらい違いますね、はい、へえ、うん、そう多いですね、で相手がこっちで、そう相手くっついて、そうそうで、まあ、そう全然、今のは何でかっていうと、まあ、ちょっとこっちで回ってたんで、はい、今圧力かけてますから、そうですね、こうだから、まあ、この時だったら、ね、こっちをこれをこっち側になってたんですけど、はい、方向がこっちになっちゃってます、ああ、こっちに行かんの、そうそう、今足の位置が感覚で分かってます、ああ、なるほど、やっぱ動きながら感覚で、もうこっちだなっていうのが見なくても、まあ、やっていくと分かるようになるんで、はい、はい、基本的に圧かけたら相手も逃がすように回るから、そうですね、その足の感覚をね、こうやっていくとだんだんこうどこに足があってどっちの方向が三角形の井上さんが頂点になってるのが分かるようになりますね、あ、もう見なくてもこうくっついてる時の相手の圧で感じそうみたいな、そうそうそう、でそっちに崩すっていう、うん、はい、そうですね、そうですね、そうそうで、これで、そう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 、こっちです、こっちこっち、そうです、そうです、そうですよ、これいいですね、でたまにもちろんこれだけじゃなくて、はい、歩くように出る時もあります、はい、歩くように、はい、これも一緒で、はい、歩くようにこうやって圧力かけて出る時も、この移動した時にこの前に乗らないようにして、でまた前に歩く時もこう後ろ足を踏ませてグッてやれば大丈夫です、はい、はい、あ、もう常に、後ろ足一本でそう支える感じです、支えると踏ん張って前の足は乗らないです、でもこれはダメですよ、後ろ足後ろ足前なんですけど、前にしっかりプレッシャーかけてるけど、いつでも前の足は浮かせるような感じ、こうこう浮かせないですね、圧力かけるけどすぐ浮かせるような感じ、だからなんかそのすごいそれで技をかけるってわけじゃないですけど、まあその探り合いの中とか打撃の出し合いの中でちょっと有利になるためのつなぎですよね、はい、そうですね、そうですね、そうそうそうですね、これでこれでまたポジション入るとこはってなって圧力かかりやすいですね、はい、ちょっと変化を加えるために、そうですね、まあ、最初はちょっとこういう感じでやって探り合えてやるんですけど、それがたまにちょっと変わるので、ああ、なるほど、そうですね確かにこうおっとってそう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 、こうなるときに入られちゃうと、そうそうそう、難しいですね、はい、あ、そういう時に使う感じですよね、そうですね、ちなみに、僕が例えば喧嘩四つじゃない場合の、はい、手ってどう取るんですか、はい、そうそうそう、ただ、はい、喧嘩四つの時はこの高さが変わるんですよね、あ、はい、なんでかっていうと相四つで例えば右対右だったら、はい、こっちが上の方でも大丈夫です、上とかここちょっと上でも大丈夫です、はい、まあ肘から下のあたりで肘の方も大丈夫です、はい、でこっちは下の方でもいいです、はい、でこれが反対の今になるとこっちがこれだと良くないです、これだとこれ相手に手取られてこの雷がバーンと食らったりするんで、喧嘩するときはこっちの右側の方が高い方がいいですね、でこっちが下の方がいいです、あ、はい、そうですね、これだと今何もできないですね、そうですね、その高さがこっから肘から下の高さで喧嘩によって高くなり低くなりが変わるぐらいですね、はい、位置は一緒ですね、肘から下を押さえる、僕が、はい、やつだとさっきは、ね、こ
行動、まあ、この辺でいいですよ、手首一緒でいいですよ、こういう感じだったのが、そうそうそう、はい、四つだと、まあ、こっちがもうちょっと上でもない、こうと、はい、こっち、そうそうそう、まあ、こういう動き、ああ、そういうこと、こっちは取ってもいいって、そう、取れる、取れるし、なるほど、あ、まあ、それの位置が、あの、そうですね、ちょっと変わるぐらいですね。まあ、でも明確なここの話ではないですよ、ないですけど、両方手首でもいいし、あの肘、あの手首持たなくてもいいんですけど、ただ、肩関節が気をつけないといけないってだけで、あの両手首でもいいですね、全然、肘の方持たなくても、全然、それは、はい、ただ、こっちは上取ると危ないです、危ないです、そうです、危ないです、はい、でも、ポジションはやっぱ打撃もそうですけど、大切ですね、最初に見てるとここで流れが決まりますよね。そうですね。はい、なんか試合とかでも打撃の試合とかでも、あのポジションとか全然考えてない選手とかって、まあ、外から見てると分かるんですけど、全然こう不利なポジション取られてるのに全然気づかずにそのまま行っちゃう選手だって、ね、いい餌食になっちゃうみたいな。そうですね。そういったあと悪いポジションになったけど、危機管理なんていうかね、危機を察知する能力がやっぱ高くな、高い方がいいですよね。早めに切り返していく、はいはい、その辺はレスリングも一緒、はい、そうですね、そうですね、はい、レスリングとかそうかな。でもレスリングってあれですよね、もう感覚ですよね、多分こうくっついちゃって、あ、そうですね、足も絶対見えない状態とかで、はい、だからあの練習でそのセンスを感覚を磨いていくっていうところでしょうね。だってもちろんでも最初はやっぱりあの僕もこうずっと何十年もやってきて今言語化できてますけど、やっぱ早いうちから言語化して教えてあげて、早くから理論的に理解して体に覚えた方が遠回りはしないと思います。そうですよね、はい、なんか自分もあの若い頃ってなんとなく感覚した、打撃でもなんかここ怖いから嫌だ、なんでか分かんないけどここは嫌だみたいな感じだったのを、順番重ねていくうちに、なんでだろうって考えるようになって、あ、これだからだって分かって指導するようになったら、自分が言語化できてるから組み手中でもちょっと自分で気づけたりするっていうのがあったんで、はい、そうですね。そうすると初めての人なんかもわりかし最初の何年間はある意味無駄な、ね、時間が過ぎちゃうとかあると思うんですけど、分かんないで、あ、そうです、そうです、それが少なくはなると思うんですよね、ある程度。いや、まあ、じゃあ基本あれですね、レスリングでまだ僕いきなりスパーリングしましたけど基本あのしあれですね、そうですね、こうで、その圧力の下げ方ができないと、そもそもがこれもできないですね。さっきあの僕、最初のスパーリングの方がいきなりこうやって取りに行きましたよ。あれは具の骨頂だったってことでよく分かりました。まあ、たまに奇襲って意味でね、はい、まあ、効果がある時もあるんですけど。なるほど。まあでも基本ちゃんと圧をかけて、相手がこう圧かけてくれたやつをポッと取って、そうですね、その反発を利用して技をかける、はい、で特にグレコロマンの場合 は、まあ、フリースタイルも圧をかけながらやるんですけど、フリースタイルももっと、まあ、フリースタイルの方がちょっと大事に近いところなんですよ。あ、何でかってある程度間合いのあるところからスパーンってトリルは飛び道具使えるんで、でもグレコロマンは飛び道具っていうのは難しいんですよね、はいはい、なんで圧力をかけて、その圧力を利用して反発用して投げたりとかくっつくっていうのが、ね、しないと難しいんで、よりこう圧力かけてかけて、だからお互いがもうどん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 、基本はさっきみたいなあれですよ、圧力かけたこう差し合いが多いんですよ。そこからそれができた上で技をかけるっていう、であの圧が強ければ強いほど相手の反発があるから技がかかるっていう、はい、でもなんかフルコンタクトからではもしかしたらちょっと近いの、あ、近いです、あの伝統派からではフリースタイル的で、はいはいはい、極真はもうグレコですよ。ああ、本当に押せ押せってことで、なんか、はい、パンチ蹴りで、パンチ蹴りというかパンチで圧かけて相手がかけ返してくれたのが、相手がそれに反発して攻撃してくれたから回り込みができた。あ、そう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 、そうなんか今話聞いてて、あ、近いな。はい、もうよく人に説明するときにそういう感じで言いますね。あ、打撃の中で、空手の中で、そうです、伝統派は結構フリースタイルみたいな感じでっていう、はい、なるほど、はい、なんかそれが僕らで多分一番分かりやすいだと思います。そうです、あ、ありがとうございます。いい、よし、まあ、あと両方出しですね、差しが、両方出し、あの、まあ、これ圧の鍵なんですけど、はい、グレコの場合はポジションをこうフリースタイルと結構、ちょっと違うところ、下から張り込んで差し込むっていうのが大事ですね。で相手の 両方を取って、くっついて、そこから、まあ、後ろ投げたり、バック回ったり、この差しも大事ですね。あ、
これここ取られたら何していいか分かんないですよね。そうです。下から入れて下から入れて押さえて下から入れて下から入れてこの圧力かけて、まあ、できればクラッチを組んでここからでも投げれますよね。あの、はい、これはちなみにこれもうここ取られちゃったら何すればいいの？もう何もできないです。もうここ取られちゃったらもう投げられる。まだ、ね、空間を開けるしかないです。空間を開けてああこう離すみたいな。そうです。あのまあこのままバーッてこれで無理やりでやばいねこれ組んだわ。あれなんとか開けないといけない。はい、はい、ああなるほど。はい、そうするとさっきの、こう圧をかけてでちょっとこれ回してこれ入ります。そうです。でこうなったら横についていった方がいいですね。まあそうですね。で足が回せなくてもそうです、ね、横ついて正面来たらこれ引っ張って両方取ります。で引きつけたらあとは持ち上げて後ろに投げたり あとこうちょっと相手が腰いたら足タックルするみたいに倒したりできますね。あでもさっきこうやってやってるからキュッてやる。そうなんですよ。で逆こうやると何がいいかっていうと、はい、基本的にこう前に出てる方が強いんで利き腕の人が多いんですよね、はい、でここの差し込みって強いんですけどでこうやって押さえて圧力かけ跳ね返ってくるんで完全にさせるんですよね。いいですね。ああそう、はい、なるほど、はい、だからこっちよりこっちの方がいいですね。はい、なんか自分とかってなんかこうやって掴みに行くっていう感覚がなかったんで、あ最初阿部さんがこう掴みに来るんで、はい、こんな風に掴むんだって思いながら先なるほどそういう理由がある。そうですね。クリスタルなんか結構足取られたのでちょっと正面組んでこう取る場合は多いですよね。はい、これってじゃあ腕コロンボなわけなんですかね。あそうです。あもうこのポジションしたらもうこれもうレッスンやってる人がするとこのポジションあこれグレコあこれグレコやってんのってなります。ああそうなんですね。一目でわかる。そうです。ああなるほど。やっぱあれですね、ルールが違うとやっぱいろいろ基本的な技術とかも変わってくる。あそうですね、全然違いますね。だから結構もちろんレスリングって相手を倒すって意味ではフリーもグレコも一緒なんで、フリースタイルやってて強い選手はグレコももちろんやったら強くはなるんですけど、まあ、もちろん特化してたらその狭い部分でもすごいハイレベルなんで、なかなか専門化してるんでやり込まないといけないですよね。勝ってた分が、それはなんか打撃系格闘技も一緒ですね、はい、なんかみんな外から見ると似たようなことやってるんだけど、はいはい、ルールの違いで実は全然違う競技みたいな。そうですね。ですね、グレコローマンとフリースタイルも同じレスリングだけど、多分専門家の人からしたらもうなんなら全然違う種目みたいな感じですね。全然違う、全然違う。まさに空手のあれですよ、あのフルコンタクトの極真と伝統派の違いが全然違います。やっぱそうなんですね。はい、そう外から見ると同じような競技が実は中にない、ね、中の人に聞くと全然違うよっていう。競技の違いって面白いですね。だからこそあれですね、特化する競技のルールが違うから特化するし基本も変わってくる。あそうですね。交流すると学ぶところがすごい多い。そうですよね。はい、なんか競技の違う人たちに学ぶとその僕らからすると目から鱗が技術がその人たちからするといや そんなことも知らなかったみたいなことがちょいちょいあるので。そうですね、はい、なんで基本とかを学ぶとあなるほどって結構なることが多くて。そうですね、うん、もちろん専門を特化してやっていくのも大事ですけど、たまにこのグレコの選手もフリースタイルの練習入れたり、はいはい、フリースタイル選手でグレコを入れたりするのは結構ねそれはそれで効果的にあります。そうですね。あのグレコの選手がフリースタイルちょっとやっていいのは全身範囲を全部使うんで、うん、まあ、その結構反射神経とかも鍛えられます。そういう意味でいいですよ。 あの、はい、あと全身掴んで動きが多いっていう、それなんでこう狭い中での勝負だけどあのそればっかやってると、うん、運動神経とかなんていうかな、うん、予想外の攻撃に対応できないっていうのがあるんですよね。でもそのフリースタイルをやってるとあ足も取られるすごい動き、うん、いろんな動きがある中でやってると、まあ、そういったいざっていう時とか変な予想外の動きにも対応できるっていう、うん、逆にグレコローマン、フリースタイル選手がグレコローマンやると、そういったあのフリースタイル選手がないような組んでからの勝負にも対応できたり、力強さが増したりとか、そういうのになりますよね。あー、まあ、そうですね。なんか僕らも、はい、もう違う競技の人と習ったりすると、すごい面白いんですよ。はいはいはい、なるほどって。で、僕らからすると、目から鱗の技術とかも自分たちに取り入れたりすると、新しいことができたりするので、そうですよね。やっぱそういうのは大切ですね。はい、ありがとうございました。じゃあ僕今日だからせっかくだから、はい、あのコウケさん10万人超えの記念だから、はい、僕あの現役中はやっぱり行ってなかったこともいっぱいあるんですよ、はい、あそう僕は全部言いますよ。ああ、だからもう
もうこの距離ではミドルはもうほぼ打たないですね僕は。あそうなんですね。そういう感じ。ディフェンスとグローブのこれはもうほぼ全ての技が当たると思っていいんで。おす、今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。今回も格闘、スポーツジムレッスルウィンで、撮影させていただきましたが、ですね、ここあのレスリングの子供たち、はい、なんか大人の方たちもなんかいろいろ。そうですよ、大人はね、まあ、普通のこうサラリーマンとかビジネスマンとかね、はい、あるいは女性の方も主婦の方も楽しめる格闘技をね手軽にっていうかね、はい、こう安全に楽しめる、はい、そういったクラスがいっぱいありますので、はい、キックボクシングとか、はい、もちろん関節の投げ技、あともちろんレスリングもありますんで、まあ、そういったねあの一般の人が楽しく格闘技をできるジムであるんでね、はい、ぜひ一度体験であったりね見学に来ていただけたらと思います。なんか楽しくミットやって汗かいて、いい汗かいて、リフレッシュみたいな感じですか。そうなんですよ、はいはい、で思いっきりパンチキックっていうのはね、はい、まずこうなかなか日常だとできないと思います。まあ、確かにそうですね。非日常体験を楽しくできるんで、はいはい、特にストレス発散、あと運動不足解消にいいですよね。はい、まあぜひあのお近くの方、あの動画の概要欄の方に、はい、ジムの詳細貼っておきますので確認してみてください。はい、日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新しています。最新のリュウアイ技術を見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して、これからも空手家オフィスの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす、ありがとうございました。今回お届けするのは、避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の、技術の一翼を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直あそんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて、絶対に